手に今週の福山大学、どうもクラゲさんでございます。はい、久しぶりに因島ですね。これは学芸員実習、まあ今もね、新しいってもう新しくねえか、4年生がね、学芸員の資格を取るために学芸員実習、いわゆる学内実習というのをやってるんですね。でうちの水族館が学内実習をやるので、当然まあ休館日である休日も学生が忙しく働いております。はい、これはね、学芸員の目指す連中が開館作業といってね、水族館のまあいわゆる朝展示を始めるためのお作業の準備をしているところですね。はい、まあ若干まだ暗いけれども、まあ掃除をしたりね、ガラス面を拭いたりとか、あとは床にモップ掛けをしたりとか、まあそういったようなことをして、明かりをつけながら水質とかチェックもするという、なかなかにまあ細かい作業をみんなでやるわけです。でまあこの日はね、ちょっとまあそれ以外にも学芸員実習やることがあってね、まあ福山大学って系列に福山平成大学ってあるんですけど、その看護学科だったかな、まあそこの連中がまあ1年生がね、まあ80人ぐらい見学に来るってんでね、皆さん大忙しで働いております。まあご覧のようにね、まあスリッパをたくさん出して、大量ですね、まあたくさん出してね、それからあとは皆さんがね、この新しい1年福山平成大学の1年生に対して解説をするので、学芸員の連中もなかなか浮き足立っているという、そういうような感じで、まあみんなで解説の練習しています。それにしても人数多いな、顔映んねえように撮るの大変なんだよマジで、こういうねイベントごとを撮るときってね。はい、ということで、まあまずは教室で講義から始めますね。この前に立って喋ってるこの先生は、うちの、まあ、内科医研っていうのはこの水族館のあるところの、まあ、研究所なんですけど、そこの所長でございましてね、うちの教授でございます。はい。で、まあ、所長が喋ってる間、学生たちは準備をして、で、いざね、このなんか、タツノオトシゴみたいなやつは向こうのね、水族館のところのラボのパーカーだそうですが、まあ、その辺を着て、ね、持ち場につきながら、まあ、この先生やね、それから生徒たち、学生たちをね、説明をしているという、そんなような状態でございますね。うん、まあ、みんな一生懸命やってますよ。で、だんだん上手くなってきた。まあ、俺には及ばないがな。まだまだ俺には及ばねえけども、上手くなってきた。ね。で、まあここのアクアリウムラボはこういうね、看板を作ったり、あるいは生物を管理したりとかいうのもやってるのでね、まあだんだんまあこういう水族館のね、ラボにいるやつは説明が上手くなるという、まあそんな感じで、うちの連中も頑張んなきゃいけませんね。そして人気なのがこのタッチングプール、まあ学芸員として説明していますけれども、こうやって人手やナマコを触れる水槽ですね。まあこのタッチングプール、やっぱりね、触ってね、こういう看護学科とかの人たちは人手触ったことないから人気でしたよ。それにしてもさ、この糸巻き人手かっこいいっすね。なんか六芒星みたいで、普通は五角形なんですけど、こいつ六角形なんですよね。なかなか珍しい形でね、いいんですけれども、なんかこうやってちょんちょん触りながら、あ、拉致されちゃった、まあ、そんな風にして、大人気のタッチング水槽でございました。で、まあこうやって、まあね、水族館のいろんな場所に散らばって説明をしているんですけれども、時には人気がない水槽もあるんですね。端っこにあって誰も説明していないこの水槽なんですが、俺この水槽大好きなんだよね。これシャコガイめちゃめちゃ綺麗じゃない。これシャコガイっていう南方系、沖縄とか小笠原とかに住む貝なんですけど、ヒメジャコガイかな。でこんなさ、シャコガイの殻、生きてる時に殻を見られる展示ってなかなか貴重なんですよね。そんなのに誰も説明してあげないんですよ。ちょっとシャコガイがかわいそうでね。あとこれ面白い生物が出てるんですよ。これケアリムシって言って、ゴカイの仲間ですごくね、これエラなんですけども、すごく綺麗なエラを広げるんですよ。あとこのハゼも見てください。なんか砂撒き散らしてるでしょ。これ砂食いながらね、エラんとこでろ過しながら、なんか中の有機物食べてるんだと思うんですけど、またなかなかハゼも面白い生態持ってますよね。はい、まあそんな風にしてクラゲさんの解説はいいんだよ。まあひとまずね、作業が終わって生きてね、胸を撫で下ろす学生たちなのでございました。そんな風にして、まあこの日もね、学芸員実習4時間ぐらい、まあ半日間の実習ですけれども、まあ多分皆さんどっと疲れたと思います。当然指導する教員も疲れます。なので、この日はね、もう半日勤務ながら1日勤務した以上の充実感と疲労を得たドクタークラゲさんでした。ご視聴ありがとうございました。